おはようございます。おはようございます。どうですかこれ。ネパール料理屋さん。お久しぶりです。なんか優しい感じ、はい、すいません前回の動画がすごい好評で、はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ好評でしたね、はいはい、今回ショーカリーさんにいろいろ紹介していただけるということで、はいはい、前回は僕がインドカレーを作って出した時に、はい、まあ、初めての味っていうのをやっぱり体験してもらったから、はい、新世界料理を紹介していきたいなと。はい、わでその新世界のこの一つ目がこのネパール料理屋さんって感じですよね。はい、第1カ国目はネパールで、はいはいはい、ネパール、ここが今ちなみにどこですか場所的に。ここは大久保のセクワガルっていう僕の好きなお店の一つ。はいはい、はい、あ、翔さんおすすめのやつ。はい、はい、あ、出てきましたね。何ですかこれ。これあのビールですね。あ、10回普通に聞いてない。あ、そうだ、そうだ、ネパールアイス、ネパールのビール。はいはいはい、あ、いただきました。え辛いです。辛いのめちゃくちゃうまい。ギンギンなんで、はい、なんかすごい、ね、ギンギンとは言わないけど、ギンギンとギンギン大根の漬物、うーん、大根のアチャール、アチャール漬物、だいたいお酒と飲むとこう漬物みたいな。へぇ、うん、うまっ。カレー風味ですね、これ。カレー風味、そうね、うまい、うまい、すごい、あ、美味しい、美味しい、まあ、うまい、これいいですね、すっきりして、もうカレーが邪魔してないというか、うん、あんなちっちゃいけどチャンネル登録よろしくお願いいたします。マジで、あ、これどうなったんですか。すごい、何これ、ポリゴタツみたいなのできてるこの炭を入れて、はい、炭火で焼き鳥が焼き、直火焼き、炭火を、ここに入れるんだね。すごいですね、すごいハマるんですね、ここにジャストフィットハマるんですか。ハマるよ、ハマるか全くサイズちゃうやつ持ってこないな。そうか、すごい、すごい、あ、鶏もも、鶏玉とまんま行きましたね。ゴロゴロニンニクで、あ、うわ、すげえ回るんだ、これすごい、勝手に言ってくれる。大体10分ぐらい、10分ぐらい、まんべんなく焼いてくれて、辛いのが好きならこれをつけて、グリーンチリとミント、あ、ミント、すごい、そうやこれ、一番辛いやつでこういう色してるから、そうすげえな、これテンション上がるな。いいですね、ちょっと、うん、なんか本当ね、他いろいろちょっとちっちゃいものを頼みながら、火をぼーっと眺めながら飲みながらっていう、はい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 、ニンニク、マトン、チキン、カモでポーク、ポーク、うん、マトンってなんすか。羊、あ、羊、そう、これ見に来てもいいかもしれないですね、食べるよりもそんなモテへんと思うここ来といてあれやけど、ちょっと可愛く見えてきますよ、ちょっと可愛い、ちょっとなんかわかんないけど、うん、ちょっと女の子に見えてきた女の子に見えてくるんだ。そうそうそう、いよいよですよ、童貞こじらすとかいう事件じゃなくなってきたすごい、ママ真ん中にすごいの出てますファイヤーモモ、その小籠包というか餃子みたいなやつをモモっていう、あ、食べ物、チベットとか、はい、こっちから来たような料理で、スープの中に蒸し餃子というか入ってるので、蒸し餃子に炙って食べる、いや、火には炙らないので、まあ、火が鉄全体を熱してるから、はい、ずっと温かいみたいな、どうやって、あ、スプーン、あ、これ、あ、じゃあこれで、これで作るんですか、うん、あ、いいですか、じゃあそうしかないやろ、そうですかここで、じゃあちょっといただいて、あっと、うわっ、あーめー、これ何これ、どんな味、熱々、どんな味ですか。いや、もう熱々はもう絶対熱々やから大丈夫味的にはどんな味、味的にはもう魚介のスープというか、絶対使ってないです、トマトビール、あ、トマトですかこれ、ちょっともう一回試したい、豚のエキスとか入ってそうですね。豚は使ってない。チキン、そう。チキン、あ、チキンか。あ、チキンか、これ、ああ。ごめんなさい。ちょっと。いっちょ前に食えそうな顔すんな。骨を何時間も。あ、骨を何時間も煮して。あ、グリーンチャーハンつけて食べて。すみません。押し付けてきていいですか。いやいや、ちょっと、食ってからやって。そうそう。チャーハンだと、いただいて。そんな行くん、うん、グッドグッドグッドテイスト、センキューセンキュー、ずーっと日本語で説明してくれてるけどこれもいっちゃってください、いやいや、もう、あ、センキューありがとうございます、あ、いかっ、うわ、うわ、さや、もうこれはダックですね、アヒル、いや、すごい美味しい、さっきまで火に炙ってた串のまま食って熱ないんですよ、結構熱いけど、もう熱馬ですね、本当にいや、その鉄が熱いのうまいに関係ない、うん、うまっ、あー、美味しいね
あ、スチームモモ。あ、モモの種類もいろいろある。エベレストカンテブルモモ。これはスチームスープ。うまい。うまいな、めっちゃうまい、うん、間違いないですね、翔さんのやつ。めっちゃうめえ。めっちゃうめえ、これ、うん、これがマトンですね、マトン。ヤギ、あ、いいっすか、ちょっと、うん、うわすごい弾力、弾力が、うわ、いいっすね。もう牧場がもう頭の中ですごい来ました。ちょっと生々しいよ、それ。あんま動物本体思い出すけど。あ、ラムの、これラムの、ラムコーク、ラムコークって言うんですか。ネパールの、ネパールのお酒です。ラムコーク、ラムコーク。うわー、あ、結構きますね。効くんだけど、コーラでちゃんと甘みをね、制限してくれてるんですよ。おぉ僕か、うん、うわ、すっごい ブリンブリンっすね、もう。うわっ、おっと、ちょっとすごいな、これ。めちゃくちゃうまいっすね、うん、味が染み込んでて、味噌かな、これ、味噌が入ってる。味噌じゃないでしょ。めっちゃ、マスタードオイル、からし油、あ、からし油が入ってますね。これ何でしたっけ。ああ、うわ、うわ、ホク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 は多分次のこれやけど。そうやな。まあいいけど、うん、うわ、うまそう、うわ、これの、これニンニクね、もうそのまま食べていいですか、これ。ああ、すいません。うまっ。なんのすげえ次に。すごい、すごい。いや、いいけど。しょうがない。なんか男、なんか自信持ってるような感じしますね、食べた。口臭いって言われた直後。うまい、甘みがすごいですね。今、ニンニクプラス肉4本食いましたけど、はい、どれが一番お気に入りでした。でもマットンが好きです。へえ。なんか牧場を思い出したっていうか、農場の牧場の憧れたみたいな。口の中でめんめん言ってました。あ、まあまあ、見てる方は本当、おのおのイメージしてください。めちゃくちゃうまそうなやつ来たよ。何ですかこれ。これはアゴラッシュ。アゴラッシュ、はい、今あまりにも汗だくない見かねた店長さんが持ってきました。あ、すっげー、ありがとうございます。はい、あ、そうです、そうです。いいです、いいです。あ、混ぜるのこれ、はい、うん、めっちゃうまっ。うまっ、すげーな、これ。これすごっ、バカうまいな、これ。バカうまい。ちょっとスパイスで刺激受けた舌を、ね、これ、これクールダウン、クールダウン。うまい、もう毎日飲みたいね、これ。あ、どうも、すみません。今度ベトナムに、はいはいはい、バインミー食べてもらうかな。はいはいはい、バインミーって言うの。はい、米粉で作ったフランスパンみたいに、はい、いろんなその肉とか野菜を詰めて、サンドイッチみたいな、はいはいはい、あ、ベトナム式サンドイッチ。ベトナムがフランス領だったんで、はいはい、このメイクでこういうコラボレーションみたいな料理、ああ、そうだったんですね。これベトナム国旗ですか、これ。ベトナム国旗、あ、これ粉が、あ、そうなんだ。じゃあスペシャル、あ、スペシャル、じゃあスペシャル画面一つ。はい、バイミーなんて書いてるんですか。ダブビエッ、バイミーダブビエッ、ダブビエッ、ビエッ、オッケー、センキュー。知ってどうするつもりやねん。ここにあるよ。うわ、なんかええな、これも。マグロドリンク。ガチャ的になんか直感で。なんか一本選びよ。選びますか。うん、これなんて名前ですか。いちごオレンジだ。いちごオレンジですか。はい、そうだ。そうだですか。もうええやつ。ガチャやつってんの。中身聞くなよ。はい、じゃあ。2カ国目のベトナムということで、ベトナム、お店の名前がリスちゃんってちょっと可愛いらしい。リスちゃんっていう名前なんですね。バインミー&ベトナムおこわの店。うわー、すごっ、はい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 、うん、うわっ。おう、具材何ですか。これサーモンと、サーモン入ってないですけど、うん、サーモンじゃない、これ。それね、人参っすね。人参っすか。あの大根と人参のピクルスみたいなの入ってる、はいはいはい、それが特徴なんですけど、はいはい、うわ、うまい。これどういう味なんですか、ソース的なものは。ソースはなんか、うん、甘酸っぱい、うん、確かに、はい、
それでいいかも、うん、それでいいあのパンがちょっとね、もちもちしてるし、サクサクしてるっていう米粉が入ってるパンなんです。はいはいはい、じゃあこれいただきますか。いいですか、ちょっと開けていただいて。あ、いいですか、すいません。うわうまい、これすごいですね。僕飲んだことないこれすごい、あのストロベリーの香りがすごいですね。いちごジュースみたいな感じなんですけど、なんかスティングだから強くなる気がしますね。そう、うん、いいねこれ。まあそれはまあいいや結局何入ってんだっけこれね。何入ってるんですかこれ。卵と、キュウリと人参、大根、パクチーと、あと豚のパテとか入ってる。あ、パテは入ってます、はい。うまいよこれ。手投げ寿司を思いました。ああこれとこれ合います、めちゃくちゃ。マジでガラナっぽい。あ、ガラナ、うん、北海道の力。ああ、ガラナっぽいですけど、これ炭酸じゃないですよね。あ、そうなんや。あ、そうそうめっちゃ炭酸っぽかったけど全然まず言えってそれブルーハワイじゃなくレッドハワイみたいな。甘い、めちゃめちゃシロップ的な。シロップいいね、うん、うまいのこれ。もうバインミー大好きですね。こんなに合うもんないですよ。それを飲んでおめえか分かんないけどめちゃくちゃうまいですね。うん、あ、いちご結構うまかった。これ450円ですね、高い